ボレーの練習しよう。ボレーの練習で、この間ノアチャレンジャーの時も見たと思うけど、インド人の人すごかったやろ。インドのね、ダブルスプレーヤーっていっぱいいるんだけど、前衛の人が本当にここ触るんじゃないかっていうぐらい前に立ってて、ボレーを打つから信じられない場所に、ネットの近い場所にボレーが打てるんだな。で、そうすると強く打つ必要がなくて、緩く打った方が得ってこと。こうやってここで打ったらさ、バウンドしないやろ。これ強く打つとって言って、相手が走って拾う時間ができるんで、最近そういううまくやってる人の何人もがボレーを緩く打って、ネットの近いところに落とすっていうので、ダブルスの、決定打を前衛が上げてます。で、それをちょっと練習今日はしてみましょう。 OK。 実際にね、みんなあのチャレンジャーの会場で練習を毎日してるんだけど、パートナーがバウンドさせてボールを打って、それをもう一人のパートナーが触って浅いところに打つっていうのを延々に練習してます。で、それをちょっと実際にやってみたいんで、マキ、じゃあ今のポジション来て、もう触ってしまうぐらいな。で、バウンドさせて打つんで、どこに来てもラケットを引かない。ポンポンって言って、できたらラケットの先端が、前に出たら、ラケットの先端が前に出たら、絶対ボールが短いところに落ちるの分かるやろ。行くで。はい。OK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 。ラスト2。はい。OK。うまい。はい。OK。って言って、本当にこうやって練習してんねん。いくで。はい。OK。角度つけても OK な。はい。OK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 。うまっ。はい。OK。はい。ごめん。ラスト。はい。OK。はい、頑張った。振らないんやで。絶対引かない。はい。OK。はい。OK。飛びすぎ。もっとネット。ごめんなさい。はい。OK。ネットの近いところに落とすんやで。OK。はい。うまい。はい。OK。はい。OK。ラスト。はい。OK。で、ネットの近くに落とせないのはどうなってるかって言ったら見てな。グリップエンドよりもラケットの先端が後ろに行ってたら、当たったらどうなる？どうなる？上に飛ぶんやな。こうなってたら、下に飛んだら絶対に短いところに行くの分かるやろ。ということは、ラケット自体をこういうふうに、こういうふうに引いてないってこと。これを分かるやろ。そうすると時間がかからない。ボールが飛んでくるのに引いて打つっていう時間がいらないってこと。で、あとは面の向きだけ。ここ狙いたかったらこれを最初からこうやってやったらいいし、向こう狙いたかったらこれをこうやったらいいよ。って言って、面の向きをこういう風に変えてるだけなんで、ちょっと広範囲に打ってみようか。いきます。はい。OK。はい。OK。いいぞ。いいぞ。はい。OK。うまい。OK。はい。うまい。OK。OK。OK。うまい。おー、いけてるね。はい。OK。バッチリ。OK。そういうことやな。OK。たまにそれが入っても OK です。OK。はい。はい。はい。OK。はい。ごめんなさい。はい。OK。OK、ラスト。はい。OK。さあ、いくぞ。はい。OK。はい。うん、ボールが下に飛ぶぐらいになったらもうバッチリやな。OK。で、叩きつけたら弾んじゃうんやで。叩きつけたら弾んじゃう。はい。OK。そう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 。うまい。うまい。OK。ラスト。はい。OK。そうすると、ボールの勢いを吸収しないといけないの分かるやろ。
でボールの勢いを吸収するってことは、関節でいったら当たるときにこういうふうに緩めてるからな。パワーの発揮っていうのはこれを発揮やろ、これを緩める側でやるから、どんだけこうリラックスしててラケットをポンっていって柔らかくできるかやから。 OK？ だからなんか体がグッていって力入るとラケットとボールが衝突するから、リラックスして、ちょっともう一回カナダ行こう。で広範囲に打つんやね。いきます。はい、そうそうそう、それぐらい柔らかくすんね体を。 OK、 うまい。はい、おー、できた。 OK。おー、うまいうまいうまい。はい。OK。ラスト2。はい。OK。うまい。ラスト。はい。おー、OK。じゃあ、マキー、最後。今の、こっちがリターンをもうちょっと広範囲に打つから。そしたら、少しこうやって、リーチしなきゃいけないんで、その構えな。から、触って、飛びついたのも浅いとこ落としてごらん。いきます。はい。OK。オッケー、ちょっと深いな今の。はい、オッケー、うまい。はい、オッケー、はい、うまい。はい、うまい。はい、うまい、バッチリ。はい、うまい、ラスト。あれ、おー、完璧。あれ、おー、完璧。OK、 ちょっとリーチできるようにしとくよね。はい。はい。OK、うまい。OK。はい。OK。はい。OK。はい。はい。OK、うまい。OK、うまい。はい。OK、ラスト2。はい。OK、ラスト。おー、素晴らしい。そしたら今触ったやつももっと浅いところに多分入れれるから。さあ、カナタラスト。いくぞ。えい。グッド。はい。あ、なんか柔らかくなったな。はい。グッド。はい。惜しい。体が浮かないようにな。はい。グッド。いくで。はい。グッド。はい。あ、いいぞいいぞ。ラスト2。はい。Good. ラスト。はい。おー、うまい。うん。っていう風に、これね、多分時間をかけてやらないと、ここまで到達しない。なんでかって言ったら、ここに立ったら怖いやろ。で、怖くて、自ら相手のリターンの近くに立つことになるから、これで相手が前に入ってきて、この距離を詰められたら、最初すごい怖いね。でも、慣れたら、実はこうやって、バンってやられたのを、ラケットのフェイスを動かす時間がほとんどなくて、こうやって触れるから、間に合ってんねん、その人たちは。で、トップの選手たちは、もう100位以内の選手たちがこのポジションでプレーしてるってことは、その人たちのショットをここで間に合うってことは、間に合うはずやねん。なんだか分かるやろ？だって、みんな反応速度なんて一緒やから。トッププレイヤーとあなたたちの反応速度が、大きく変わるわけじゃなくて、慣れてるか慣れてないかだから。そしたら、テクニックが間に合うテクニックにしとかなきゃいけないから、今のうちからラケットの先端を大きく後ろに引かないで打つっていうのを覚えとくね。でそれであと試合をこなしていったら、慣れたらできるようになるから。 OK、 これは多分将来の武器になるんでね、ちょっとやっていきましょう。このボレー最近よく見るんですよ。はいはい、ね、トレンドというか、もうこれが普通になってきてるんですか、上のレベル。結局パスが上手くなって、突き球が上手くなってるってことです。でボレーを返して構えられて打ったら、もうボレーは勝てないんで、そうなる と、サーブで押し込んだ時に前衛の人がリターンを通さないで、ボレーが決めるっていうのは、浅いところに打ったらパス打てないんですよっていう風に、強く打って決めることよりも、実はこっちの方が攻撃的だったっていうので、それで立ち位置を攻撃的な場所にして、その代わり強いボレーを打つテイクバックはできないけど、浅いところに入れたら打てない、相手が打てないっていうのに、だんだんそのやれる人が出てきたら
あ、その方法があったかって言って真似してるっていうことです。うん、昔から軟式やってた人がそれに近いことやってるんですけど、うん、公式の場合はそうじゃないものの方が有利かなと思ってたのが、実際にはストロークのこう精度が上がりすぎて、ネットから離れたところでボレーをして勝てるほどボレーのメリットがないんですよ。そうするともうトップ選手になってくると、結局前で触った方が、まあ絶対得ではないんですけど、うん、メリットがあって増えてきましたね。うん、でまあ上に逃げてくれればソフトになるから、後ろがまた攻撃、そうですそうです、後ろがゆっくりのボールに対して、アタックができるんで、うん、っていうロブも上げにくいし、うん、でまあ一般の人も同じことが起こってて、その立ち位置が例えば、どれぐらい前に詰めたら、前とストロークの関係が有利で、どれぐらい後ろにいたら不利でとかっていうのがやっぱりレベルによって違ったりとか、あとはロブが、どれぐらい有利でとかっていうのが、やっぱり上が強い弱いとか、ゆっくりのボールを強く打てる打てないっていうので変わるだけなんで、でそれで、戦術が変わってくるんで、うん、だからやることは一つ一つ一緒で、例えばスマッシュを、ちゃんとコントロールできるようになるとか、ある程度の守備範囲ができる、フットワークとかテクニックを覚えるとか、ボレーで言ったら前の方で振らないで打つボレーをテクニックを覚えるとかっていう、一個一個こう積み重ねていくと、どのレベルでもその通用するものっていうのは、はい、うん、我々やっぱ浮かさなければ大丈夫って思いながらストローク打ってる身からすると、はい、あれをやれると、はい、ちょっとロブしかないかなと、はい、本当難しいですよね、後手に回る気がします。だから突き球が上手い相手にはやっぱあれがどうしても必要だ、はい、そうですね、うん、でみんなどうしても自分のこと考えるんで、前に詰めたらボレーがうまくいかないんですよっていう話になるんですけど、実際はゲームっていうのはそうじゃなくて、ほぼメンタルバトルでゲームって行われてるんで、前衛の人が邪魔だからリターンを狙いすぎてアウトしたり、あの人を積極的に動いてくるから、その大事なところでうわ出られたら嫌だなと思ってストレートにロブを上げたら、ロブをミスったりスマッシュ打たれたりっていうのでゲームが成り立ってるんで、だから自分がいい悪い打ちやすい打ちにくいだけじゃなくて、やっぱりこう相手にとってどうかっていうのが大事なんで、うん、至近距離で低い球が来た時に薄く当てようとすると、はい、ちょっとミスると自分の方に当たりそうな気もなんかするの、うんうん、やっぱりメンタルに怖さあるんですけど、はい、あれはやっぱり練習して乗り越えないと、うんうん、あれですね、プロの選手もグリップを変えてます。前に近づけば近づくほどやっぱりボディのところが打ちにくくなるんで、はい、それを、軟式に近いようなこのフォアに近いグリップにすると当然打ちやすいのと、あとはバックでやる人の場合はうまく両手使ってその正面に来たボールをやっぱり面が前向くように、これがちょっとコンチネンタルの薄いグリップでとかだと正面が取れなくなるんで、それはみんなグリップで、はい、調整したりしてます。あとやっぱりこの辺もフォアで取ったりどうしてもこう、はい、なりますね、はい、体を低くして、はい、なります、なります。あれももうそういう反応がネットに近いと必要になって、はい、そうです、もうテクニックの一個で、フォア待ちでこのフォアで打てる範囲でうまくプレーするっていう、その最悪バックに来た時には両手でなんとかするみたいな、でしゃがめば当たらないとかっていうのをやっぱりみんなそれテクニックの一個で覚えていってるんで、うん、で怖いっていう感情があるとうまくいかないけど、怖くなければみんな立てるんで、うん、その方法を慣れとそのやり方で見つけてる感じですね。ネットに近いときは、はい、そういう自分で変化させていくというか、そうですそうです、もう、はい、ボレー自体を変えてるんで、うん、はい。